皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの菅川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは8月のセミナーの案内というテーマでお届けいたします。珍しくですね、7月は1回もですねセミナーをやっていませんね。それで8月ですね、8月のセミナーの案内だけさせていただきます。まず8月4日の木曜日ですね、こちらが新潟県中小企業家同友会の三条支部というところで、社員のモチベーションをどうやって上げてからいいかというですね話をさせていただきます。こちらが6時から2時間ぐらいになりますかね。おそらくクローズなので会員以外は、参加できないかと思います。続きまして、お盆明けですね、8月17日水曜日が、こちら見附倫理法人会のモーニングセミナーで、お客様との絆をどう作るかというテーマでお話をさせていただきます。こちらは誰でも参加できると思います。朝6時からですね、見附にありますイングリッシュガーデンホテルレアントというところで開催いたします。続きまして8月20日の土曜日ですね、こちらが新潟県自動車整備振興会というですね、ところで、自動車整備の営業術ですね、全般に、何をやったらいいのか、どうやったらお客さんが増えるのかというテーマで1時間半ほど話をさせていただきますが、こちらはですね、完全クローズですね。こちらの振興会に入っている方だけが参加できるということになっております。8月は以上のですね、3本になりますけども、9月に入りますとですね、9月のまだ日程ははっきりしませんが、9月の上旬、6日か7日になると思いますけども、某銀行さんのですね、若手経営者の会ですかね、そちらでお話をさせていただきますが、こちらもですね、社員をどうやったらやる気にさせるか、モチベーションアップできるかというテーマで話をさせていただく予定でございます。続きまして9月14日。こちらが、そうですね、ブライダル業界のですね、業者の方が集まった会で、お話をさせていただきますが、これ定期的にですね、私がセミナー講師としてですね、呼ばれてますが、話の内容としては、私に一任されていますので、まだどういった話をするかは考えていませんけども、今回は仕事の価値についてちょっと考えてみたいなと思っております。そして9月の20日、こちらがですね、主政クラブというですね、異業種商談会のビジネス向上委員会のセミナーで、私が1時間半ほどお話をさせていただきますが、名刺交換の後、どのようにして営業をやったらいいのかというテーマでお話をさせていただきます。ということで、8月ですね、そして9月のセミナーの案内をさせていただきましたが、残念ながらですね、オープンで参加できるのがですね、非常に少ない状態になっていますけども、もしでしたら8月17水曜日ですね、見附倫理法人会のモーニングセミナー、朝6時からありますので、こちらの方にですね、参加していただけると非常に嬉しく思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの菅川博之でした。